皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィレ2020やっていきましょう。今回も来週の月曜日に登場するクラブセレクションを選ばれた選手能力見ていきたいと思います。はい、来週の月曜日はインテルとナポリの方がね、登場するということで、今回はナポリ編をねお送りします。インテルの動画はすでに作ってるので、気になる方はそちらをご覧ください。概要欄に URL を貼っていると思います。はい、今回ナポリ選ばれたのがこちらですね。はい、おなじみのメンバーがね、出揃いましたね。メルテンス、インシーネ、マノラス、ジェリニスキなど8選手選ばれております。マルキだけ、初 FP 化ですかね。はい、ということで、1人ずつ見ていきたいと思います。まずはメルテンスですね。こちらの選手は通算で4回目です。週間が1回とクラセレは、今回で3回目です。週間だけプレフォー出てますね。あとは、どちらも出てます。総合値の方が今回は94ということで週間と並びましたね。この点はいいところだと思います。特に単独トップの項目は、今回はありませんね。はい、基本的には週間の能力に似た感じになっています。はい、ただ決定力、スピード、このあたりがね、週間は高かったですね。それからキック力、こちらがまあ高かったのが、まあ、クラブセレクション1ですね。それから決定力がまあ高かったのが、クラブセレクション2といったところでしょうかね。はい、能力でいうとこんな感じになります。今回の能力、まあ、詳しく見ると、まあ、上の方は結構90超えの項目多いんですよね。ボールキープも97まで、いきます。決定力は今回は90ですね。スピード、瞬発、このあたりも90超えの項目です。ボディコンが93ということになってます。スタミナは83ですね。はい、なので順番つけるとすると、まあ、週間1、クラセレ3、クラセレ2、クラセレ1の順番ですかね。はい、まあ、基本的には、まあ、クラブセレクション同士で考えると、クラブセレクション3の方が、まあ、ちょっとずつね、能力は高くなってますね。はい、逆足、すべて2ですし、精度の方が、まあ、3ですね。頻度が2ですね。コマンは6です。プレイスタイル、ウィングストライカーで、身長169、ポジションはフォワードすべてと、あとは DMF 以外の中盤ができるという感じです。スキルはダブルタッチ、コンカ、ワンタッチシュート、ワンタッチパスなど、まあ、あとスパサブも持ってますね。スキルカンストしてるので追加はできませんが、まあ十分かなと思います。他の FP もね、スキルとは変わらないので、今回は能力が、まあ、若干変わったってところですね。はい、続いてインシーネ、こちらの選手も、2回目の登場ですかね。そちらと比べると今回は総合値が94から95、1上がりですね。能力でいうとグランダーパス、こちらが3高いものになって、カーブの方がマイナス3という感じになります。あとの項目はすべて同じです。逆足は両方ともにね、コアは6ですね。はい、能力こちらもね、上の方が95円の項目、ずらっと並んでおります。ボールコントロールが96ということで、まあやや高めって感じですね。決定力は85ということになってます。それからセットプレー関係が、共に80後半、スピード、瞬発は95円、ボディコン、スタミナ、このあたりも95円の項目になっております。はい、グランダーパスとカーブがね、今回まあ上がったり下がったりしたので、どちらか強いかというと、やっぱグランダーパスの方がいいんじゃないかなと思うので、今回の方がちょっと強いかなというところです。プレイスタイルはこちらもウィングストライカーですね。身長163です。ポジションはフォワードすべてと、あと中盤も攻撃的なところができるってところですかね。スキルはダブルタッチ、コンカー、ミドルシュートなど、まあ、スパサブも持ってますね。すべてで、8つついてるということになります。まあ、枠あるのでね、追加もできます。前回のクラブセレクションもスキル等は変わりません。はい、続いてマノラスですね。こちらもクラブセレクションとしてすでに登場してます。こちらと比較すると、93から94、総合値は1上がりですね。今回はディフェンスセンス、ここがまあかなり伸びて4上がって99ということになってます。あとの項目も結構1上がってるもの多めですね。その代わり瞬発、こちらがマイナス2になっております。87ですね。逆足は両方ともに、コアは6ですね。はい、まあ、センターバックの選手ということで、まあ、足元が結構低いのが結構特徴的なところではあるかなと思います。はい、それからヘディングは92、まあ、スピード、瞬発は結構速いですね。瞬発こそ前に下がってしまいましたが、87もあれば十分かなと思います。はい、ジャンプ、フィジカル、このあたりも95円、スタミナ、それからまあ今回はディフェンスセンスがカンスト、それからボール出しも96、アグレッシブネスも93ということで、そのあたりね、ディフェンスの能力だったりとかは申し分ないかなと思います。
プレイスタイルはオーバーラップ、身長は189、ポジションはセンターバックと右サイドバックができるって感じですかね。スキルはヘッダー、マンマーク、インターセプト、アクロバティッククリア、闘争心など、まあ、スキルは結構有能なものが揃ってるって感じです。前回のクラブセレクションもスキルとは変わらないので、能力が今回は少し上がりましたね。はい、続いてがジエリニスキー。こちらの選手もクラブセレクションとしてすでに登場してます。そちらと比較すると、総合値が95から95、変わらずですね。能力でいうとボールコントロールが今回は3高いものになってます。その代わりフライパスがマイナス3になりましたね。あとの項目は変わっていません。逆足は両方とも3で、コアンは4ですね。はい、今回の能力でいうと、まあどちらかというと今回の方がいいんじゃないかなと思います。能力でいうと、まあ足元が結構やはり高いですね。それからパスは両方なんとか95へということになってます。決定力が80なのでちょっと低めという感じですかね。それから、セットプレー関係が80を超えていて、スピード瞬発ともに91、キック力も91ということになってます。スタミナが89なので、まあ90欲しかったところではあるかなと思います。ディフェンスの能力は70前半ぐらいですね。プレイスタイルはボックス2ボックス、身長は180、ポジションは中盤すべて、あとは CF 以外のフォワードができるってところですね。スキルはダブルタッチ、コンカ、ワンタッチパスなど、9つついてます。まあ枠あるのでね、追加できる点もいいところだと思います。前回のクラブセレクションもスキルとは変わらないので、能力がほんと若干変わったってところですかね。はい、続いてメレットいきましょう。こちらの選手も、今作は3回目ですね。すでにクラブセレクションで2回出てます。それと比べると総合値は今回は94ということで、変わらずですね。フィールドプレイヤーの能力もクラブセレクションと、1と同じですね。そんな感じになってます。ジャンプが95への項目です。それからゴールキーパーの能力、今回はキャッチング、こちらが単独トップの98ということで、このあたりはいいところですね。なんかバランスが、能力のバランス取れましたね。はい、前回のものはゴールキーパーセンスが1高くて単独トップになっています。それからクラブセレクション1については確か、下の3つのどれかが、かなり伸びたので、レベマになったら、カンストしてしまって同じになってしまうという感じになっております。はい、能力見る限り、まあ、今回が一番まあいいんじゃないかなと思いますね。能力5つのバランスが、かなり、保たれたって感じですね。その次に強いのが、まあ、前回、その次が、まあ、クラブセレクション1って感じです。逆足は両方とも2で、コアンは7ですね。この辺もいいところだと思います。プレイスタイルは守備的ゴールキーパー、左利きの選手ですね。身長は190です。スキルは PK ストッパーしか持っていないので、まあ、高弾道、低弾道、ロングスローだったりね、どれかつけておきたいところかなと思います。他ね、クラブセレクションもスキルとは変わらないので、今回は能力が少し変わったって感じです。はい、続いてがファビアン・ルイス。こちらの選手も2回目の登場ですね。はい、そちらと比較すると総合値は94から94、変わらずですね。能力見ていただくと分かる通り全く変わってません。はい、同じです。なのでもうデザインでね、決めたりとかでいいと思います。逆足は両方とも2で、コアンは6ですね。まあ、能力の説明すると、まあ、足元がしっかりしてて、ボールキープだけまあ80台って感じですね。パスはともに90を超えてます。決定力87、まあ、プレーメーカーなので、そのあたり決定的な場面がね、そんなにないかもしれませんが、いざという決定的な場面が、まあ、87もあれば、いい感じじゃないかなと思いますね。あとカーブが90、あとはキック力が91ということになってますね。スピードはまあ80前半ぐらいですかね。フィジカル、ボディコンともにね、かなり高いです。スタミナも88ということになっています。ディフェンスの能力は80近くですね。プレイスタイルはプレイメーカー、左利きの選手ですね。身長は189です。ポジションは中盤すべてと ST が可能って感じですね。スキルはダブルタッチ、コンカ、ミドルシュート、ワンタッチパスなど、10個ついてるということで、追加はできないんですけど、まあいいものは揃ってるんじゃないかなと思います。前回のクラブセレクションもスキルとは変わらないので、今回はね、全く変わらない、デザインが変わっただけって感じです。はい、続いてがマルキー。こちらの選手は2019含めて初 FP 化ですね。ノーマルと比べると89から92、総合値は3上がりですね。今回はスタミナ、こちらが5上がって80じゃなくて93ですね。あとの項目が2、3上がりです。逆足は両方ともにで、コアは5ですね。はい、サイドバックの選手ということで、まあ、足元はしっかりありますね。パスも両方80超えている、この点もいいところだと思います。
それからスピード瞬発90超え、このあたりもいいですね。ジャンプフィジカル、このあたりも80は超えてます。ボディコンは80には届かなかったんですね。スタミナ93、まあ、今回ね、ここがかなり伸びたので、この点もいいところですね。ディフェンス能力も80、まあ、中盤ぐらいはあるということで、このあたりもいいんですね。プレイスタイルは攻撃的サイドバック、身長は178ですね。ポジションはディフェンスラインすべてと、あとは両サイドハーフ、DMF、右ウィング、CF といろいろできるんですけど、結構ね、飛び飛びって感じですね。スキルについてはピンポイントクロスしか持っていないということで、この点がちょっとね、厳しいところかなと思うので、何か追加したいところです。はい、最後はディロレンツォ、こちらの選手も2回目の登場です。前回と比べると90から92、総合値は2上がりですね。今回はディフェンスセンス、こちらが4上がって83ということになって、かなり伸びましたね。あとの項目も結構1上がってます。その代わりスタミナが、マイナス2の94ということになってますね。逆足頻度が3の精度が2、コアは6ですね。はい、能力でいうとやはりスピード瞬発、それからスタミナ、まあ、サイドバックに必要な部分は90超えている、このあたりはいいですね。ディフェンスの能力、ボールダッシュこそね80届かなかったんですが、あとのものは83ということで、このあたりもまあまずまずって感じですね。フィジカルが85、キック力が84、まあ、足元はね結構高めな感じですね。そしてオフェンスセンスも84あるということで、かなりね、上がっていきそうな感じな選手ですね。プレイスタイルはインナーラップサイドバック、身長は182ですね。ポジションはディフェンスラインすべてと、あと右サイドハーフが可能です。残念なのがスキルがね、一つもついていないので、この辺がちょっと厳しいところだと思います。かなり優秀なねスキルをつけるといいとは思います。前回のクラブセレクションもスキルとかね、そのあたり変わらないので、今回は能力がまあ少し上がったってところです。はい、ということで今回はね、ナポリのクラブセレクションの選手見ていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、当たりのとこで言うと、やはりメルテンス、インシーネ、メレットも結構強いと思うんですけどね。まあ、あとは、マーノラス、ジエリニスキ、ファビアン・ルイス、まあ、この辺りかなと思います。まあ、サイドバックの選手は正直どっちが強いんでしょうねっていう感じです。はい。まあ、能力自体はそんなに大きくは変わんないんですけど、まあ、マルキに関しては、コンアンが5、まあ、身長がやや低め、スキルはピンクロのみという感じですね。で、ディロレンツォは、コンアンは6なんですが、スキルなしだったりとか、まあ、その辺がちょっと引っかかるところかなというところです。はい。どっちが強いのか、ちょっと難しいですね。はい。このガチャね、まあ、クリバリ、アラン、このあたりがいないのがちょっと残念なところでしたね。はい、こちらのチャンネルでは、毎週ね登場するクラブセレクションのリーク情報だったりとか、あとは FP 関連の動画ですね、 FP の予想比較などやってます。他にもスカウトの紹介だったり、最新情報、メンテ後配信などもやってるので、気になる方はぜひぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。